新型コロナの感染急拡大を受け、政府は現在、専門家による分科会で第7波への対応策を協議しています。今の段階では、まん延防止等重点措置のような行動制限は行わないとしていて、これまでの感染防止策の徹底と合わせ、検査のさらなる活用や、若い世代へのワクチンの3回目接種、高齢者施設での4回目接種の推進などを提言する予定です。